ザ・ドラムスレッスンプロジェクト TDLP! イエーイ8週1回目ゲスト2回目イエーイ引き続き、殿ありがとうございます。いや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 苦しゅうない違うよ あ、違うか俺足軽やったか同じマラスズズまあ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 いつも通りね、まずメンバー紹介いこうと思います。こちらからどうぞ。はい、ドラムレッスン講師金子博信です。よろしくお願いします。イエーイ。そして滑り知らずのこの男どうぞ。イエイ。右から右から出口が来てる。どうしともやです。よろしくお願いします。はい、そして私勢いと書いて力と言います、北川力です。よろしくお願いします。そして前回から引き続きゲストのどうぞ、佐藤慎一郎です。シンプルやな、名前だけ言いました、本当に。苦しゅうない。苦しゅうない。苦しゅうない。まあまあ、そしてですね、本日のお題は。はい、はい。まあ、一部の人は、楽しみにしてたのかな。モーラー奏法。解説。まあ、比較動画ですね。やります。モーラー奏法は解説しないんですけど、モーラー奏法の解説にひょっとしたらなるかもしれない比較をしますんで、解説見たかったら僕の動画見てそこまで宣伝するってはい、じゃあまあとりあえずちょっとグダグダした動画になるかもしれないですけど、楽しんでください。押したらいける。今回解説するのはですね、というかまずいつもと違うのはですね、空き席がそこにあるんですけど、今回ちょっと解説がねややこしいんで、ちょっとだけ長い説明になっちゃうかもしれないですけど、ちょっと長めにね再生ボタンをずっと押し続けてる状態で一時停止だけは勘弁してくださいよ。じゃあいきます。ですね、今回解説するのはモーラー奏法とモーラー奏法ではない奏法、まあいわゆる一般的な叩き方ですね、それの違いを比較動画を上げて全部比較していきたいと思ってるんですけど、まあそれのためにですね、まずTDLP でちょっと説明しないとダメなのが、僕以外がみんなモーラー奏法を使う人たちです。で、僕だけがモーラー奏法を使わない人です。なんでですね、まあ一番最初の感じでこういろいろ動画作るんですけど、分かりやすいように今から一人だけ、まずはゲストでね、こちらもモーラー使いなんで、まず呼んでみてから話を聞いてみたいと思います。では佐藤くんどうぞ。はい、こんにちは。はい、今回もゲストでね佐藤くん来てるんでね、はい、ちゃんとねモーラーとモーラーじゃない人との違いを、なんとなくでいいんで、ちょっとそれっぽく教えていただけるとありがたいです。なんとなくですか。まあモーラーの大きな特徴は、その1回のモーションで複数叩けるっていうことが一番の特徴になるので、まず全て16分音符で叩く時とかも、まあ、一つの行動だけで叩くっていうのがモーラー奏法ですね。なるほど。まあ、1本目はシングルストロークをやるんですけど、シングルストロークをするときに見るポイントが一つあります。まあ、なんかまあもろもろ本当はいっぱいあるんですけど、とりあえずみんなで分かりやすいのは一つ、肘の動き方、ここに、まあ、ちょっと注目して見てもらったら、モーラー奏法とそうじゃない人 との違いが明確に分かると思うんで、でまあ、その後にね細かいもろもろの違いがあるんで、さらに違いはまあちょっと発見してもらえたらなと。で僕もちょっとよく分かってないんで、ぜひともコメントでね、発見できたことをいっぱい書いていただけるとありがたいです。なんでですね、まず僕が演奏を右側でするようにしますんで、それと前夜のこっち側に1人ずつ変わっていって、全員がモーラー奏法なんですけど、それも1人ずつ全員形が違うんで、まあ、それとも比べながらなんかこうね動画を楽しんでもらえるとありがたいですよね。ということでですね、ちょっと長くなりましたが、比較動画面白くはないと思いますがぜひ見てやってください、はい、どうぞ。
ということで第81回目の放送いかがだったでしょうか、うん、まあ、これ分かるんすかねどうなんだ ね実際そのモーラー奏法と普通の奏法、まあ別にモーラー奏法が特別なわけではないんだけども、まあ実際体感してみないと分からないところが多々ある奏法ですが、まあ極力僕ら目線で分かりやすいような動画を目指して作ってみましたが、はい、まあなんだろうね、一つなんだ、参考として一つのスタイルとして、はい、ね、まあとりあえず撮ってみたものの、俺は正直に言うと再生回数300回いったらいいかなと思ってるから、ね、回らないのは僕が一番知ってますあの志は低くっていうなのでまあ一つもあくまでも一つの例として、まあ、はい、楽しみながら見てください。はい、うん、はい、ということで次回の TDLP は、はい、次回はね、またですね、やりましょうか、その回に戻って、皆さんお待ちかね、ミトリックモチュレーション、そのあ、これだっけ、2、その2ですね、うん、その2、うん、はい、その2ってないねその2、その2、いいですね、はい、まあ、またまたマニアックなことやりますが、次回も懲りすぎ見ていただけると嬉しいです。そうね、はい、まあまあ、正直次回も内容はあんまり面白くないことは先にお伝えしておきます、はいはいはい、最近の金曜日何してんねんっていう人もそうですけどマニアックに走りすぎやろ。そう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 、まあまあまあ、そんなことはさておきですね、まあ、わざわざちょっとね、あの城からおいでになった殿に TDLB とは何ぞやっていうのをね、はい、ちょっと語っていただけるとありがたいかなと思います。どうぞ。 TDLP とは、まあ楽しい、難しい、なんでしょうね。まあということでね、もう一回言います。喋りが下手だな。喋れないです。これは想像以上や。いやー、もうね、もうちょっと、もう一回なんか勉強しに来た方がいいんちゃうかな。と、ね、の、頑張ってください。もうちょっと家来とコミュニケーションね。コミュニケーションをね。頑張ります。ちょっと頑張ってください。はい、次回はね180回目にまたお待ちしておりますんで。なるほど。はい。はい。いや、あんまり出てくれる気ない。乗る気ではないんですよ。乗りますよ。まあ、じゃあ次回ね180回目にはもう、もうめっちゃ立つようになってるはずなんで、はい、ぜひぜひその時まで楽しみにしてください。乗りますよ。それでは、はい、チャンネル登録よろしく。押したらいける。